はい、出てまいりました。あの一番人気があると言われるトピック苦労話、ティップス、またあのバグフィックスの話ですけれども、皆さん Google データ API 使ってらして、まあ、山のように苦労話はあるかと思いますけれども、どんなところで苦労されたか、でそれをどういうふうに解決したか、何かいいヒントはあったのかということについて、お話しいただきたいと思っています。今回のためにサンプルアプリケーションをいくつも作ってこられた桜吉さん、はい、いくつも苦労話あると思うんですけれども思いの丈をここでぶちまけていただければと思います。そうですね、まあ、もサンプルはもうちょっと多かったら作りやすいな。あの一応ドキュメントがあるんですが、なかなかあれ読んでじゃあ作れるかと言われますとやっぱちょっと厳しいかなと思ってますんで、まあいくつかサンプルがあってなんとかそれをいろいろ組み合わせて少しずつ組み合わせてなんとか作ったんですが、まあそういったのはもうちょっと欲しいなっていうのと、そうですね、ドキュメントだけだと作るのはやっぱりちょっと骨が折れると。そう、はい、逆にサンプルアプリケーションを組み合わせる方が、まあ、あの役に立つ。はい、そっちの方がやっぱり早くあの好きなとこだけあの、うん、取ってこれますんで、はい、逆に言うとサンプルアプリケーションをもっと充実させてほしいと。はい、そうですね。なるほど。ドキュメンテーションですね。そうですね。あのちょっと足りない部分があって、あの JSON でコールバックが私はピカサとか取れないもんだと最初ずっと思ってたんですが、全然そうじゃなくて、うん、YouTube もあのピカサも取れるんですけど、それに気づくまで。だいぶ時間かかりました。これはドキュメントって今英語だけなんですかね。それは私、あ、そうですか。日本語のは用意する予定とかないんですかね。はい、日本語のドキュメントを用意するかしないかということですね。あの日本語ドキュメント非常に大事だと思っています。あのいつまでとは申せませんが、あのベストエフォートで日本語版ドキュメントを用意するつもりでおりますので、あの お楽しみにお待ちください。その間それまではあの Google トランスレート何回で笑っちゃう文章ってこれ言っちゃいけないんだろうね。あのライブラリによってはオープンソース化されていて、例えばあの PHP の Zendo っていう、はい、あのコミュニティではあの、まあ、G データ対応のライブラリを提供されているんですけども、そこはあの皆さんが協力されて日本語化のドキュメント日本語化されたドキュメントが使えるようになっております。で、まあ、直接あの Google のコード上にあるやつは、まあ、あのローカライズされてないんですけども、まあ、そういったライブラリーベースでは、まあ、すでにあのローカライズされているところもございます。やっぱりその言語の敷居っていうのは結構高いんですよね。特に日本人とか、ね、日本人が英語だともうダメみたいなっていう人が結構いるので、はい、あの重々認識しております、ね、ドキュメントに関して言うと、私はあの Java クライアントの API を使ってるんですけど、 Java ドックがないに等しい。重々承知しておりました。ToDo がどんどん山積みになる。でもこれはちょっとディスクレーマーで、私個人の会社の意見じゃないんですけど、私も苦労してるもう何幾番となく、もう私はあの、ちょっと桜庭さんと違ってあの社内の人間なんでソースコードを読めたんで、でも余計ソースコード読まなきゃよかったっていうのもありますまああの今日ここにアキラさん来ていただいている大きな理由の一つは、こういったフィードバックをそのままマウンテンミューに持って帰っていただくことですかね。アキラさん、メモはされてますか。メモはもうちょっと怖くてできないんですけど、ね、あと YouTube を見て思い出そうと、まあ、はい、でもあの今日いただいたそのフィードバック、あのしかと受け止めていますので、いつまで対応っていうことはお約束はできませんけれども、あの、はい、あのしっかりとあの対応させていただきたいと思います。はい、他にも苦労話いろいろあると思いますけれども、桜吉さんのお話まだ最後まで言ってない気もしますいや、本当に言ってください、まあ、あの Firefox と Firebug を使えばあの JavaScript だと大概まであのゴールに行けるんで、まあ、データの中身もあのマニュアル読まずに、はい、そこで参照できれば、あ、参照できてるんで、割とそういった意味では
Firefox と Firebug を使えば大体できてしまう、はい、そうですね、 JavaScript で作る分には。なるほど、はい、他のブラウザへの対応ってどうなんですか。他のブラウザは対応できなくてですねとりあえず Firefox で作りまして、他のやつに持ってってダメだったらまたちょっと頑張る。僕もそうです、ね、みんなそうですよね。 JavaScript 書くときはもう Firefox 使うみたいな、はい、で、はい、動作がだいぶ違ってたんで、タブクラウドのやつはすごくブラウザー間の違いをずっと分からなくて、うん、悩まされました。尾藤さんはそのブラウザーの互換性の互換性のなさに対応するために何か大きなヒントをお持ちだと伺ってるんですけれども。大きなヒントですか。どうなんですかね。まあ、JavaScript の問題ってその Gnata だけの問題ではなくて、もう Ajax スペースのアプリケーション全般の問題だと思います。 でもまあその皆さんそこで苦労されていて、逆にだからこそそれに対して のいい対処の仕方をお持ちだと思います。僕が結構開発するときとかはやっぱりその開発コースとかの兼ね合いを考えて、JavaScript を使うと、まあ、基本的に開発コースが増えるっていう傾向があるのでそこまで開発コースをかけたくないときには僕はもう JavaScript を使わないっていう。 JavaScript を使わない、使わないっていう、もう古き良き時代の、まあ、ウェブアプリケーションやりますみたいな。なるほど。まあ、でも JavaScript 使わなければ確かにブラウザーの違いってほとんどこう影響を受けなさそうですね。あとはやっぱりその大きいのが、まあ、僕の場合はそのコンシューマー向けのウェブアプリケーションを使ってて、で、まあ、Ajax ベースのアプリケーションって URL が変わらないんですよね。でやっぱりそのコンシューマー向けのウェブサービスっていうのはパーマリンクっていうのが非常に重要で、パーマリンクがないとリンクを貼ってもらえないっていうのがあるので、やっぱできるだけページ遷移っていうのを作るっていうのとかを結構心がけてやってるので、それでまあそこまでなんか JavaScript とか Ajax とかにそんなにこだわりとか持ってないですね。本当はあれですよ、ロケーションハッシュを使えばページの URL は残せる。ああそうですね、ロケーションハッシュ使うときに、ね、フラッシュのあれを使うとフラッシュの中のページはブックマークできるんですよね、はい、なかなか使われないんですけど。そうですね、まあぶっちゃけ面倒いっていうのがあるので、面倒いんですよね。そう、技術的にできるっていうのはまあ分かるんですけど、僕はそれ自分の内製の Ajax のフレームワークの中にも組み込んじゃってて、うん、ハッシュとして持っていて、うん、それを元に URL から戻すっていうのはやっぱり。あとはさ、ロケーションハッシュのやつだと本当になんかこう検索エンジンからパーマリンクとして認識されるかどうかっていうのが結構ね、そうそう、まあ、それがあって。そうですね、検索エンジンからダメですね。そうですよね、その辺が結構二の足を踏んじゃうっていうのがあるんですよ。うん、パーマリンクのためにもあえて JavaScript、Ajax を使わずに、まあ、ページにわざと発生させると。そうですね、うん、なるほど。やっぱパーマリンクってやっぱ僕はすごい重要だと思ってて、例えば最近 Twitter とか流行ってるんですけど、 Twitter とかって、まあ、レールとかで作ってるのとかって基本なんか Ajax でポンポンポンとかって出てきたりするんですけど、一人一人の発言にちゃんとパーマリンクがあるんですよね。うん、あれがやっぱ偉いなと思ってて、あの辺がすごい重要だと思うんですよ。うん、パーマリンクやるとやっぱブックマークもできないしリンクも貼れないんで、外から参照してもらえないってことはページランクを上げる機会を減らすってことになるので、使いすぎはちょっと注意みたいな感じじゃないですかね。なるほどなるほど。あ、今のはすごく大きなヒントだという気がしますね。コンテンツにもよりますね。例えばメールとか G メールとか個人情報の個人のメールで逆に貼ってもらいたくないもの。そうですね、まあ、閉じたアプリケーションとか全然ありえない。あれでね、もう一つ一つのメールのリンク貼られちゃったらね、もう秘密守れない。だからそういう G メールとかなんかこう、そう RSS リーダーみたいな、ああいう完全に閉じたアプリケーションとかだと、うん、もう Ajax バリバリで快適にガンガンガン使うのがいいな。それだからユーザーエクスペリエンスっていう意味でも2通りありますね。そういう本当にデスクトップアプリケーションみたいに使えた方がいいエクスペリエンスという、まあ、メールとかカレンダーと、あとそういう
いわゆるページランクとか上げるとか、あとそういうパーマネントリンク貼れるとか、そういうなんかそういう意味でのユーザーエクスペリエンスみたいな、うんうん、機能を提供するか、それともコンテンツを提供するかって話ですね、多分その違いは、うん、そうですね、うん、でコンテンツを提供するとやっぱ URL が大切だったりとか、で、それもそれを操作する API があったりするとすごい便利だし、うん、ファンクションを提供する Gmail とかはその機能自体が大切なので、そのコンテクストによってケースバイケースによって使い分けが非常に重要になってくるということですかね。岸本さん、Google 社内の人間としてその G データ、Google データ API の使い方のコツみたいなものをご紹介していただけたら。コツですね、非常に簡単に使えるので、まずはやってみるっていうのが一番理解するのに早い手段だと思います。で、まあ、ライブラリーほどいて、コピーして動かせば動いてしまうんですね。で、その、一旦ベースを作ったところでインクリメンタルな機能を試す、改造を加えるっていう方法が一番個人的には早いと思っています。とりあえず使ってみる。ライブラリーがたくさん用意されているので、それを一旦使ってみて動作を確認したところで、まあ、自分なりのカスタマイズをどんどん付け加えていく。そうですね。で、ライブラリーも親切にできていて、ここにユーザー ID 入れてくださいとか、ドメイン名入れてくださいとかっていうコメントがついてたりするんです。で、使うときはここ消してねとか、比較的、見やすい仕組みになっていると思います。いや、こういう時はですね、5分で使える Google データ API っていうのをスクリーンキャストで公開するんですよ言ってるだけじゃダメです、うん、それでも面白いアイデアですね。6分かかっちゃいましたね僕10分でできる Rails のアプリケーションを5分でインストールして5分でアプリケーションを作るってムービーを公開してるんですよ。で、それ公開して3日間で1万5000円ぐらいあれ相当話題ね、あれ相当話題になったんですけど、僕はそれを撮るために朝から晩まで10分間にどう収めるかでずっとこう全部塗って、実は何分何秒にどれを打つっていうタイムラインまで全部作って10分に収めるとこで切って、それに合わせて全部シナリオを書き直して、で、インストールもこれは何分かかって、こっちの方が楽なんだけど、これはインストールがかかるからダメとかで、ずーっと作って、で、前後編5分5分で。で、今でもだから、Rails日本でやる人だと、結構そのビデオを見て、引っかかってくれる人が多いですね。うん、引っかかりました。もう十何時間の努力が。十何時間もかわらず、どこつかついながら、うわ、一文字打ち間違ったから全部言って、絶対ノーカットにしたかったんですよ。途中で編集を絶対入れたくなかったんで、そうするともうみんなね、みんな嘘ついてるってやるんで、一文字打ち間違えると1からやり直し、で最後のところであれクリックで時間足りなかったから取り直しとかいうのを朝からまんまで繰り返してやってました。それ聞くとちょっともうそれは作りたくないですねまあまあそんなこと言わないでくださいはい、じゃあ苦労話 Tips の方、何もなければこれで次のお題に移りますが、よろしいでしょうか。いいですか、はい。開発環境っていう点もかなり重要だと思うんですけども、うん、今、ライブラリーがあります。でも例えば Eclipse のプラグインはありませんとか、うん、そういう状況ですよね。で、ライブラリーだけだとやっぱりデバッグもしにくいし、まあ、いろいろ手段はあると思いますけども、はい、みんなが使えるようにするためにはやっぱり開発環境的なID に組み込むプラグインなりなんなり、そういうのがあるといいかなと。そうですね、開発環境があるといい、はい、それはもうおっしゃる通りですね、はい、どんどんトゥードゥが増えてますねさっきからもう5つぐらい送ってますよで、私が一番苦労したのは Google データ全てアトムベースなので、フィードを取ってエントリーを取るっていうのはみんな共通の動作なんですけども、そのフィードが何のフィードが適してるのかフィードとエントリーはもうペアになってるのですぐ分かるんですけど、サーバーから取ってくるフィードは何が適してるのかっていうのがなかなか分かりにくい。あ、なるほどね。例えばカレンダーの場合だと、カレンダーフィードとカレンダーエントリーフィードっていう2種類あって、どっちを使えばいいのかよく分かんなくて、初めカレンダーフィードでずっとやってたら時間が取れなくて、なんで時間取れないんだろうっていうのを非常に苦労したんですね。それをカレンダーエントリーフィードにしたら一発で取れたんですけど、要は XML なんで見れば
分かるし、もう最終的には自分でパースするっていうのもありだと思うんですけども、うん、まあ自分でパースできるのは多分そんなにいないと思うので、やっぱりライブラリーが充実してくれると非常に嬉しいですよね、うん、そうですね。私 もあの携帯用 あのクライアントを書いたときにはあのライブラリーが逆に置けなかったのでクセメロをパースしましたけど、でもクセメロを自分でパースしちゃう時の、利点というと、やはり緻密なデータのフィルタリングができるということで、ライブラリーだとライブラリーに頼っちゃうから、例えば、クセメロではこういうカテゴリーでこういうふうに自分が理解しているのが、例えばメソッドに、それがオブジェクトのメソッドになっちゃうとちょっと分かりにくくなっちゃうとかもあるかもしれないし、あともうそのメソッドがそれこそない場合もなきにしもあらずなんで、で XML だと逆に、しかもで作られたオブジェクトをライブラリを使うと、それはもう本当に例えば全部フルのサポートだったらもう大きくなっちゃうけども、 XML を自分でパースすれば、例えば彼らのイベントで言うと、そういうリンクだのなんとかだ、そういうメタデータ全部もう捨てちゃって、本当それこそ時間だけとかアテンディーズだけとかいうのを緻密にできるんで、それはそれで利点がありますけどね。結構あの Java の場合なんですけど、わざと例外を発生させて、そうするとスタックトレースが出るので、どういう処理をやってるのか分かるんですね、はい、で結構それで調べて、あ、サックス使ってるとか、はい、見て分かります。私も実を言うとやります。突然何でもないところにスローニューエクセプションってやってキャッチしてスタックトレースで、そのまま進めていくみたいな、はい、はい、特にね